皆さんこんにちは、こんばんは。店長のさけちゃんです。今回はこちらの泡盛おもとのレビュー動画となります。こちらですね、ちょっとアクセントがわからないんですけど、おもとで合ってるんですかね。おもととかアクセントはもしかするとちょっと違うかもしれません。ではレビュー行ってみたいと思います。まず海鮮地なんですが、少し酸味を感じるような清々しい香りです。ロックにすると香りは穏やかになりました。口に含むととろみがあり、コクが強いです。まろやかかつ爽やかな風味もありまして、割と飲みやすいと思いますね。1対1の水割りにするととても爽やかになりました。とろみがありまろやかで爽やかな甘みが楽しめ、花のですね、ユリほどではないんですけど、何かそういった感じの白い花を感じるような香りも漂います。1対1のソーダ割りにするとやはり若干花っぽい香りですね。口に含むとコクと酸味とソーダの刺激感のバランスが良く、透明感のある爽やかさと飲み応えが両立する感じで美味しいと思います。泡盛さんお湯7のお湯割りにするとゆったりとした旨味に透明感のある儚い甘み、コクを感じます。後味を苦味が引き締めまして、これもですね、そうですね、他の飲み方とイメージはあまり変わらないんですけど、まあやはりお湯割りも美味しいですね。ストレートをカラカラで楽しむとコクのある甘みを強く感じます。癖は感じないため飲みやすく美味しいと思います。1対1の水割りをカラカラで楽しむとまろやかで甘みはそこそこ、少しだけ旨味や渋みを伴ったコクを強く感じまして美味しいですね。特にスパムと合わせると香ばしさが出てきて美味しかったです。同じ泡盛の春雨カリーと比べたんですが、春雨カリーの方が米っぽさや旨味が強いですね。全体的な印象なんですけど、コクが強くてですね、あまり米そのものの風味というのは感じないですね。芋焼酎もしくは黒糖焼酎が好きな方が好む味かもしれないと思います。特にですね、ジョイホワイトの芋焼酎、例えばお鈴山山猫などが好きな方であれば結構すんなり受け入れられそうな感じはありますね。飲み方としてはどの飲み方も割と美味しく、甲をつつけがたいと思いました。入手の方なんですけど、こちらはですね、一応専門的な酒屋さんで僕の身の回りだと売られているのを見ますね。あともしかすると量販店なんかにもあったような気がしないでもないですね。この手のタイプの沖縄瓶というんですかね、こういうタイプの泡盛というのは割とですね、ちょっと売ってるところがバラバラというか、ばらつきがあるというか、で置いてある銘柄もなんか傾向がつかめないというか、そんなところがありますので、一応ですね、量販店とかイオンの酒屋さんとか、まあ、専門的な酒屋さんとか複数巡れば見つかるかなというのが僕の身の回りの状況かなという感じですね。では今回のレビューは以上で終わります。ご視聴ありがとうございました。